運を呼び込む体質。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、質問いただきました。私の友人で1年に2度も事故に遭ったり、繰り返し不幸な出来事に見舞われている方がいるんですが、そのように不運な出来事を呼び込む体質ってあるんでしょうか、という話です。結論から言いますと、あります。精神科の専門用語でですね、自己形成って言葉があるんですね。これ事故に傾く性質です。つまりよく事故に遭う人っていうのがいるんですよ、実際ですね。それ今の質問にあったように、例えば交通事故に1年間に2回会うっていうのは普通はないですよね。一生のうちに1回会うかどうかっていうのが普通だと思うんですけども、1年のうちに2回会ったり、例えば毎年のようにそういう事故に遭ったりですね、あるいは骨折したりですね、そういうような方っていうのがいらっしゃって、それを専門的な用語で自己形成、事故に遭いやすい性質っていうんですね。自己形成の高い人はですね、なんと自殺率が高いという、これはいろんなところで研究が出てるんですね。これは一つ言われています。なんで事故に遭いやすい人は自殺する率が高いんでしょうか、っていうと、自己形成がどういう性格を持っているかっていうことと関連してくるんですが、それはまず自分を大切にしてない可能性があるってことなんですよね。つまりその事故っていうのはやっぱ不注意とか、事前に危険を避けるような努力とか、そういうことをきちんとしてですね、今日はだからちょっと車を運転するにしてもね、すごい天気が悪いからちょっとやめとこうとかですね、そういう用心深い人はそういう部分があるし、そういうことを普通の人はすると思うんですけど、普通の人が当然すべき配慮をしない、例えば睡眠不足だけど車で運転するとかですね、そういうことっていうのが事故に結びついてきます。結局それっていうのは自尊感情というのは、自分を大切にする感情、そういったものと関連していると言われているんですね。ほとんどの人は事故なんか会いたくないし、怪我なんかしたくないですから、そうならないようにですね、できるだけ危険を避けるような行動を取るんですけど、分かりやすく言うと自暴自棄ですね。自暴自棄的なちょっとこう要素がある方っていうのは、わざと事故に遭おうとしてるわけじゃないですよ。無意識のうちにそういう普通の人がやるような本来払うべき注意配慮をちょっとおろそかにしてしまっているというのが、まあ一つ自己形成の特徴だと思うんですね。そういうのっていうのは、旗から見ると先ほど言いました不運な体質というのかな、すごい不運なことばっかり続く人っていうふうにも見えるかもしれないですよね。じゃあそういう人ってどうしたらいいのかっていった時に、やっぱりこの自分自身を大切にするという、まず自分を愛するということ。でそういうふうに自分を愛せない人っていうのは他の人も愛せませんから、例えば他の人に親切にしたりですね、他の人を思いやったりするってなかなか難しいと思うんですね。そうなってくると逆に他の人から助けてもらったり援助してもらう率っていうのがおそらく下がってきてると思うので、より心がすさんだ状態に、ね、なってるという可能性があるんですよね。だから不運なことが続くと、どん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 自暴自棄になったり投げやりになったり、もうこんな人生なんてどうでもいいぜみたいな、多分そういう心境ってなると思うんですけど、そこまで言ってないにしても、そういう投げやり的な心性っていうのがね、どっかにそういうふうに不運が続く人っていうのは出てるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですからそこのところを一旦リセットして、もっと自分を大切に、そして他の人も大切にするというですね、そういう愛ですね、愛情で、他の人を大切にするためにはまず自分を大切にしなきゃいけませんから、自分を大切にする感情っていうのをもうちょっとこう育てていくとですね、そういう不運が連続するというところから逃れられるんじゃないかなと思います。